ばんは。ハニーポケット100日連続動画投稿チャレンジ、本日はボーカルのアキがお届けします。最近はですね、たっくんの男飯が人気急上昇中でですね、もう私いいかなと思ったんですけど、今日はどうしてもみんなに食べてもらいたいレシピを見つけてしまったので紹介していこうと思います。ぜひ皆さん一緒に作ってね。はい、今日ご紹介するのはもちもちチーズのかぼちゃもち。もう名前だけで美味しそうですよね。何が入ってるかというと、かぼちゃとチーズ、この2つがね、主なメイン食材です。とっても簡単にできるので皆さんぜひチャレンジしてみてくださいね。では早速クッキングスタート。はい、レシピはこちら。かぼちゃ、そしてチーズ、砂糖、片栗粉、バター。はい、この5つで出来上がってしまいます。まずはかぼちゃをレンジアップします。はい、用意したのは4分の1のかぼちゃです。こちらを耐熱容器に入れてサランラップをしてレンジアップします。かぼちゃ、600ワットのレンジで6分っていうことだったんですけど、うちのは500ワットなので、あとかぼちゃが大きかったので、7分にしてみました。様子を見つつ1分ずつ伸ばして、柔らかくなるまでかぼちゃをレンジアップしてください。できたー。じゅわーって言ってる。これは熱いぞ。かぼちゃ。ではかぼちゃの種をくり抜きます。熱熱熱。レンジアップするとね、すぐ取れやすくなってますよね。熱い、気をつけてねみんな、熱いから。おお、ほくほく、くり抜きやすいように切ってみました。わあ、熱い。お、いいですね、ほくほく。でこのかぼちゃの、なんていうの、実、かぼちゃの実、実の部分と皮の部分で分けます。この後このかぼちゃをマッシュアップしたいんですけど、皮がちょっと硬いので皮は包丁でみじん切りに刻んで入れます。なので皮と実を分ける作業。はい、こんな風にかぼちゃの実とかぼちゃの皮で分かれました。そしたらこのかぼちゃの皮をみじん切りにしていきます。皮の食感があっても美味しいので、そこまで粗くしなくてもいいかもしれない。皮、続きましてかぼちゃを潰します。なんか潰す専用のさ、調理器具あるよね、あれ欲しいな。先ほど刻んだかぼちゃの皮を入れます。混ぜます。はい、こんな風に仕上がりました。ここに
片栗粉大さじ1杯とお砂糖小さじ1杯入れます。ちょっと多めに入れちゃう。こちらを混ぜます。いい感じかな。こんな風にかぼちゃのペーストがちょっとまとまってくるくらいまで片栗粉入れてください。こんな感じ。ではマッシュが終わり、片栗粉とお砂糖を混ぜたこのかぼちゃ丸めてチーズを入れていきます。チーズはピザチーズだよ。手のひらサイズにラップを切って、かぼちゃのマッシュしたものを乗せます。で、この真ん中にチーズを入れます。チーズ、ピザチーズ。そしたらこれを包みます。上手にチーズが隠れるように包んでいきましょう。かぼちゃ足りなかったら乗せればいい。手も汚れないし形は整えて、ではいよいよフライパンで焼いていきますよ。バター 10g 落とします。いや、バターのいい匂いがする。バターが溶けたら、ここに先ほど作ったかぼちゃもちもちチーズのかぼちゃもち、こちらを入れていきます。焼くよー。ほい、わー、いい匂い、そしていい音。入れましょう。はい、お、いい色目がついた。結構早いですね、焼けるの。バターで焼くなんて、かぼちゃとチーズとバター、そしてもちもちしてるんでしょ、これ。最高かよ。はい。裏も綺麗に焼けたので、完成でーす。お皿に盛り付けましょう。すぐできたね。はい。はい、完成しました。もちもちチーズのかぼちゃもち、もう名前が素敵よね。はい、では実食切ってみますよ。中にね、チーズが、わ、もちもち。このもちもち感伝わります？あー、はい、片栗粉を入れるとね、こんな風にもちもちになるんですよ。はい、出てきたよチーズ。うおー、いただきまーす。うん、いや、美味しい。かぼちゃもチーズもお餅も大好きだから、これは私大好物です。みんなも食べて。おーい、美味しいよ。うまい。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もちもちチーズのかぼちゃもち、とっても美味しく出来上がりました。すごく簡単で美味しいこのもちもちチーズかぼちゃもち、ぜひ皆さん試してみてください。早口言葉のようもちもちチーズかぼちゃもち、ぜひ皆さん作ってね。ではありがとうございました。バイバーイ、またねー。